DSF だ。手を上げろこのハケ野郎。ババ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 バ。あれ、誰もいない。隊長、部屋違いです。分かってる、お前を試してただけだ。 DSF だ、オラって。あれ、クソ、遅かったか。旧式の技術を追跡するのに時間かかりすぎた。奴らタキオンデータセンターのセキュリティにハッキングしたようです。何？目的はそこか。俺たちも急ぐぞ。は、俺はサニー・ブリスコ、バーチャル警察のエリート特殊部隊の指揮官をやっている。年は 2000XX 年。 VR 技術が劇的に発展し日常となったこのバーチャル時代で、その技術を悪用する犯罪者が日に日に増えていく。サイバー通貨強盗、バーチャルなりすまし詐欺、車の違法ダウンロード、そして過激派のハッカー集団によるサイバー攻撃。俺たちは BSF、 バーチャル犯罪者の対策として立ち上げられた部隊。そして今日、サイバー攻撃で世間を騒がせているハッカー集団ブラックアウトをついに突き止めることに成功した。さあ着いたぞ。お前らは裏から回り込め。俺は男らしく正面から突破するぜ。わかりました。で、一人で大丈夫か？大丈夫だろう、あの男なら問題ない。ああ、誰だお前。おら、おら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 、おら動けな。武器を捨てろ。武器でもこの命でも喜んで捨ててやる。何かを作り変えるためには犠牲はつきものだ。貴様もそう思わないか、サニー・ブリスコ。長官、もう切ってたんだ。あれ、ハッカーは？バカ野郎、私がブラックアウトのリーダーだからここにいるのがわからんか。な、だと？てめえ裏切ったな。なぜこんなこと。いいだろう、ならば教えてやる。遠い昔に促進するために人類を現代の生産を進行させることで、バーチャル時代のマグマという組織で国内共生産の半分でその生態を進め、既存人間が DLC となっていた。過去の改変を決心した私はもはや自分の立場を利用し、憎き犯罪者どもと手を組むことすら厭わなかった。そして計画はついに実現を迎えようとしている。このプログラムを使えばワームホールはデータのみならず生体の転送までも可能にさせる。この私が直々に過去に赴き、この手でバーチャル時代をなかったことにする。何？させるか。まだ推しに一度もスパチャ読み上げられたことないのに。動くな。誰にも私の邪魔はさせん。この日を何年待ち続けたか。これでバーチャル時代は終わりだ。さらばだ、サニー・ブリスコ。え、マジかよ。隊長、ご無事ですか？長官、まさかあなたが。何邪魔してんだよ、お前ら。長官は俺が止める。ふん、面白い。ならば正々堂々と拳でかかって。見事だ、ブリスコ。どうやら貴様を見くびっていたようだな。どうやったらプログラムを止められる？答えろ。もう手遅れだ。プログラムのインストールはすでに完了した。なはは、痛い。くそ、なんとか止める方法はないのか。ダメ。は？ダメってなんだよ、ふざけんな。え、あ、うわー、隊長。